とガツンとよろしくお願いします。最近新聞メディア等でダブル真実って言われてるんですけど僕のことを忘れてると思うんでトリプルトリプルになるように頑張ります。長澤選手、昨年は4対0で点を取れなくてすいませんでした。シュートを邪魔してしまったりだとか今年はアウスタで点を取るので応援よろしくお願いします。それでは兵藤選手よろしくお願いします。はい、まあ、次は今度武道館で、違う、お前それじゃねえよ。もちろん違う、本当にタイトル取れるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ユンティ、でっかいこと頼むよ。今年もユンティとしてテレビから消えないように頑張りたいと思います。だからお前もユンティじゃねえんだ。僕も早く試合に出てチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。お願いします。今年は勝負の自分にとっても勝負になると思うので頑張ります。よろしくお願いします。今年は昨年以上にチームの力になれるように頑張るのでよろしくお願いします。今年は一番になったので、順位も一番になれるように頑張ります。20代、最後の、年をこういう形で終わるとは思ってなかったんですけど、楽しかったです。こういう勢いをつけないと30代は乗り切れないと思って思い切りやりました。まあ、これからも走り続けて頑張りたいと思います。お願いします。今年の意気込みを頑張ります。私だ。今年の意気込みが聞けるって聞いたんですけど、いいですか？はい、今年はだからですね、だからやめろって言ってるだろ。すいません、しっかり抱負お願いします。今年こそはだから今年はやめろ。乳首を触るの。もう一回言ったか、ちゃんとやりますか。もういい加減にね。もうはい、ちゃんとやろう。はい、今年はよろしくお願いします。今年こそはだから、試合に出れるのやめろって言ってるだろ。出し物があるみたいなんでちょっと出し物があるみたいな。出し物がある。意気込みはやっぱ体で表すタイプだっていうのは僕よく知ってるんですけど、よろしくお願いします。怖い。サンバのリズムを知ってるかい。ほほいほ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 い。素敵です。次は46人連れてみんなで踊るね。みんなでちげえだろ。もう AKB ちげえから、もう一人いなくなったから。まあ毎年毎年頑張れって言われてるんで、全然頑張れてないんで、今年は頑張ります。頑張って。どうぞ。はい。
M1 取ります。あ、じゃあ取ってね。ダメ、取れるぞ。ダメ、お前なら取れる。ダメだ。あ、です、取れます。あ、今年は、まあ、春日さんのような勢いを持って、若さと勢いを持って2010年を突っ走っていきたいと思います。骨折、気をつける、骨折。はい、骨折、気をつける、骨折。の皆さんが本当にいいステージをしてくださったんで、まあ本当にみんなこうずっと来てる、ここで止まってる。お前、おお、こうやってる、おお、こうやってる、おお、おお、はい。じゃあちょっとお願いしますよ。抱負を一つ、得点を取りたいと思います。そしてたくさんブログを更新したいと思います。今日のコメント楽しみに待ってます。そして来て、竹内が締めてくれということなんで、で最後この全体のキャバ3期生2010選手パフォーマンスステージの締めを竹内君お願いします。ありがとう。ありがとうございました。なんか言ってないけど。あ、本当楽しいステージの司会と言いながら近くで見たかったっていう意見もあるんですけれども、させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さん、お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。